四大将軍は誰でしょう。徳川家綱の補佐役は誰でしょう。浪人の不満を利用して倒幕をしようとした事件は何でしょう。武断政治の後は何政治となったでしょう。幕府は50歳未満の大名に何を認めましたでしょうか。家綱の時に起きた火事は。徳川光圀が書いた本は。五代将軍は、五代の代が違いますね。5番目の将軍は誰でしょう。彼は林羅山の孫を何に起用したでしょうか。青銅学問書はどこにあるでしょう。綱吉の勘定吟味役は誰でしょう。六代将軍、七代将軍は誰でしょう。その時の儒学者は。新井白石は何の待遇を簡素化したでしょうか。この頃の金銀を何と呼んでたでしょう。長崎貿易の金銀の流出を抑えた法令は何でしょう。この頃の農具は古木橋に代わって何を使ったでしょう。農業全書の著者は誰でしょう。農具便利論の作者は。幕府直轄の栃木の銅山は。街道に置かれた通行手形の提示を求められる場所は。宿場での人馬のための施設は。大名が宿泊する施設は。この頃いろんな水路を開いた人は。この頃の航路2つ何でしょう。これは誰が整備したものでしょう。江戸と大阪の定期船は何でしょう。大阪中之島などの藩の産物を売るための建物は。江戸の株仲間は。大阪の株仲間は。大阪公認の米市場。三河、この3つの字が違いますね。3つの河川の河ですね。三河とは金河、銀河と何でしょう。家光時代の貨幣は何でしょう。交換などの金融業者。
続いて元禄文化いきましょう。朱子学を体系化した人は、藤原生家の門人が、読み字が違いますね。林羅山と林画法が編集した日本史は、山崎安西が説いたものは、近衛商人と呼ばれた人は、中江東寿の門下で池田三政に仕えた人は、孔子孟子の説に立ち返ろうとする学派は、山賀祖公が書いたものは、小木戸を開いた人は、荻生徂徠が創始した学派は、植物動物を研究する学問は、稲尾若水が書いた本草学の本は、貝原益益が書いた本草学の本は、鮮明歴を作った人は、万葉大正記を完成させた人は、奥の細道を書いた人は、公職一代男を書いた人は、曽根崎真珠を書いた人は、柿つばたず屏風を書いた人は、見返り美人像を書いた人は、曽根崎真珠など人形浄瑠璃の脚本家は、荒事の歌舞伎役者といえば、和事の歌舞伎役者といえば、本日はここまでになります。最後までご視聴ありがとうございます。次回の動画でぜひお会いしましょう。それではまた。さようなら。